もしもポケモンがあなたの家にいたら、これはポケモンと内緒で暮らすとある男の子のお話です。ある時から僕の家にはモンジャラが住み始めた。ただいま。おかえり。その日はいつもと変わらない休日だった。ちょっとこれ今度アレンジフラワーの新作出すんだけど、手伝ってくれる？うん、手伝う。何でもやるよ。あら、珍しい。僕はお母さんが花市場から持ってきた花を整理していた。圭介、その鉢植えそっちに持ってって。うん。圭介、それはあっち。うん。よいしょ。お母さん、これは？これは何かしらね。ツタ？変わってるね。これ仕入れた覚えないわ。え、そうなの？うん、でもなんか面白いわね。売れるかも。ねえ、他にさ、もっと何か手伝うことある？こんなに手伝うの珍しいわね。何か欲しいものでもあるの？え、あ、前にも言ったけどペットは禁止だからね。分かってるよ。見えすいてんだからね、あんたの魂胆なんか。分かったって。じゃあさ、お母さん、このツタみたいなやつ僕の部屋に置いといてもいい？なんで？え、ペットの代わりに。これは売り物ですから。仕入れた覚えないんでしょ？そうだけど。じゃあいいじゃん、これもらうね。よし。あ、重いな。よいしょっと。何なんだろうな、これ。つる？つた？がもじゃもじゃだ。あれ、なんか真ん中のところだけ暗い。あ、なんか動いた。もしかしてこれ生き物の目？中に何かいるのかな？モンジャラ！うわ！モンジャラ！モンジャラ！モンジャラ！ちょっと待ってよ。あ、この鉢植えお母さんの売り物なのに。モンジャラ。え、何？謝ってるの？もうじゃ。あ、いや、そんな、そこまで怒ってないよ。ね？もうじゃ。しかし、君みたいな生き物を見たことないな。どこから来たの？って聞いてもわかんないか。圭介、何かすごい音したけど。君、隠れて。あ、大丈夫。なんでもない。なんでもないってことないでしょ？あ、ちょっとね、壊れちゃって。壊れちゃって？何が？あ、もう、入るわよ。あ、待って。ちょっと、散らかりすぎじゃない？うん。うんじゃないでしょ。あ、お花が。ちょっとどういうことよ、これ。ごめん。もう、夕飯抜きだからね。ああ、ちょっと、君のせいでご飯食べられなくなっちゃったじゃん。もんじゃら。うまく隠れてくれよ。この家、ペット禁止なんだからね。こうして、僕の部屋はもんじゃらの隠れ家となったわけだ。モンジャラの隠れ家。圭介、この後サッカーすんだけど来ない？いい加減遊ぼうぜ。ごめん、今日も用事が。また用事かよ。何やってんの？ね、家の手伝い。へえ、偉いね。家の手伝いって何？ケイスケんちは花屋なんだよ。え、そうなの？こないだ家行った時なんかすごかったよ。森みたいだった。森？うん、ツタとか張っててさ。ツタが家の中に？ちょっと大げさじゃないかな。それでさ、今度ケイスケんち遊び行くんだけどさ。え、いいの？ねえケイスケ、ヒロシも連れてっていい？うん、もちろん。やったー。でもごめん、とりあえず今日は。うん、またなーケイスケー。手伝い頑張れよー。よっしゃ行こうぜー。ああ、今日のテレビ見た？あ、何の話？ただいまー。あ、おかえり。どう？これ可愛くない？うん、今度ね、お店の表に出そうかと思って。でも今日もずいぶん早いのね。そうかな？いつもなら友達と遊んでから帰ってくるじゃない。今日はさ、早く帰りたくて。じゃあ今お母さんがやってる花の整理手伝ってくれない？あ、ごめん、やることあるから。やること？いっつもやることやることって、たまには家の手伝いくらいしてくれても。え？何の音？あ、僕片付けるからお母様お花やってて。え、うん。あー、鉢植えが粉々になってるよ。ダメじゃないか、もんじゃら。もんじゃら。うちはペット禁止だからモンジャラがいるのは嬉しいんだけど、とにかく毎日トラブルが尽きない。なあ、お父さんだけど入っていい？あ、おかえり。どうぞ。いやー、日に日に増えるね。何が？花だよ、花。はあ、お母さんが花屋始めたの3年前か。会社から帰ってきてさ、まあ最初はお、何か花のある生活っていいなとか思ってたんだけどね。急にどうしたの？いや、さすがにさ、多すぎないか？だって今すごく売り上げいいらしいよ。だからいっぱい仕入れてお店に置ききれないんだって。いや、わかるけどさ、うちがもう植物園みたいになっちゃってるじゃん。いいじゃん、植物園。悪かないけどさ。何？たまにお父さん家の中歩いててこけちゃうんだよね。何かツタに引っかかって。ああ、家の中ではこけたくないじゃんか。せめてこけなくて済むくらいのスペースは確保して生活したいじゃんか。そうだね。あとさ、なんか変なアレンジフラワーない？変なアレンジフラワー？あった。これだよ、これ。よっ、ね。あ、この赤い足、靴がよくわかんないよな。なんだかもじゃもじゃしててすっごい絡まってるし。変だよね、これ。売れるのかな？あ、それ僕の。え？作ったの。僕。お母さんの真似しようと思ってさ、まだ作り途中なんだけど。そっか。うん。ごめん。あ、でもなんかよく見たら、こう既成概念にとらわれてない。自由な味のある作品に見えてきたよ。何か現代アートみたいな。無理しなくていいよ。いや、無理とかじゃなくて。じゃあまた。ああ、お父さんに後ろめたい思いさせちゃったよ。もんじゃら。もんじゃら、お父さんとお母さんの前では隠れてろって言ったじゃないか。もんじゃら。まあ、じっとしてくれてればめったなことじゃバレないと思うんだけどね。うち植物園だし。なんて油断をしていたら僕はこの後大変なことに巻き込まれることになる。